長崎公園の銅像、元木正蔵から1875年9月3日は、江戸幕府の通詞、教育者であり、日本における活版印刷の先駆者として知られる。意味名は、永久、陽明作の助、または元吉、異表記に正蔵、笑いさん、ささんなお、木本正蔵はご記である。通字の家系、養子に入り、幕府の通字をする傍ら、 西洋への興味から、造船、造船、製鉄、活字製造などに関わった。また、明治維新後の廃藩置県により職をなくした武士への受産施設として、私塾を開き、そこの一事業であった活字製造は、後に独立して、新外活版所となり、文化生らによって、東京築地活版製造所などへとつながった。私塾の関係者に、 築地活版の創設者であり、石川島造船所の創設者でもある。平野富士、横浜毎日新聞の創設者である日その2がいる。元木家慶図元木正太夫、元木人下夫元木仁下夫元木正左衛門、元木正左衛門の、元木正蔵元木小太郎文政7年、長崎に生まれる。聖家は、元木家の親戚である北島やもしくは、間だけとされる。 11歳の時、元木正左衛門ののもとへ、養子に出される。元木家は、平戸のポルトガル通事に始まるオランダ通事の家系で、肖像の二代前の小絵は、英和や、普通話の辞典を作っている。元木家へ行った後はオランダ語を学び、オランダ博来の書物によく接して、西洋の技術に強い関心を寄せた。父の職を襲った後、嘉永六年に、 ロシアの施設エフムプチャーチンが長崎へ来航し、翌安政元年に下田に向かった県で、下田での条約交渉の通じを担当した。11月に彼らの上官が嵐により破損すると、ロシア側との交渉を取り持ち、無事に建造せしめるなど、通訳以外の仕事へも強い関心を保っていた。同元年投獄される。県議は、乱通弁書の陰講の都が、 英和辞書を引行しようとしたとが、他人の罪の身代わりなど定まらない。出国して、禁止となった元木は、パンチ付刑の製造などに取り組むが、技術の未熟や、材料の不足もあって成功しなかった。万円元年11月、アイラの長崎製鉄所の御用係に任命され、イギリスより、蒸気船を買い入れ、自ら船長となり、文久元年や元治元年などに江戸などへ航海を、した。 後年の弟子、平野富士は、機関士として当選することもあった。寸下を見ては、活版印刷を考え、また、長崎版の印行に関係した。元木は名義を借りて、長崎長版と呼ばれる和英章古代和州、茂るご商を印行している。前者は、黄文が、鋳造活字、さらに和文を正版で合わせたもので、後者は、和文黄文ともに鋳造されたものであった。 それ以前、カエ四年に流し込み活字を作り、ランカズミ道弁のことを記るせし一章を印刷したと伝えられるが、これはランカズミ道弁を印刷したものともされ、あるいは家電で、長崎町版の一章を指すとも言われる。1869年、長崎製鉄所付属の活版伝習所を設立し、同年グイドフルベッキの圧線で、三箇所間のウィリアム・ギャンブルから活版印刷のために、 活字中造お及び組版の講習を受けた。この時、三箇所間から五指程度の活字も持ち込まれた。川、拓町、活版印刷士、日本活版印刷士の研究では、この伝習は1869年6月のことと、するが、小宮山博、明朝からだ、日本への伝播と、改め国では11月から翌3月までとする。1870年。 同章寺市、吉村方口、もしくは、長州藩屋敷に、武士への受産施設や普通教育の施設として、新外新塾を設立する。この塾の経営で負債がたまり、会章の一助に新外活版製造所を設立した。ギャンブルの活字には、ひらがなはなく新たに開発する必要があった。その版下は、池田香利地に依頼されたものであった。同年、小畑昭蔵。 堺三蔵、谷口木継を送って、大阪に師匠を作り、1872年、小畑と平野を東京に派遣し長崎、新宿出張活版製造所を設立させた。元木は新宿の経営が苦しくなると、製鉄所での業績回復の実績のあった平野に、活版製造所の経営を任せ、平野はみるみるうちに業績を回復した。また日岡長川に送り、 横浜毎日新聞を創刊させたり、池田らと共に、長崎新聞を創刊したりした。1872年、学生が施行されるが、それに従わず、県からの圧力で1874年頃に、新外新塾を閉鎖させられる。1875年から病床に着く回数が増え、夏に、京都へ旅に出た後病状は悪化し、9月3日、死去。彼には、 和子小太郎があったが、彼の没後平野の貢献するところとなった。元木の他にも、大鳥圭介や、島霞田に、日本初の伝原母系による活字を製造した三代目、木村加平など、様々な人が自身での日本語の活字開発に取り組み、あるものは一定の成果を得、あるものは中途に挫折するが、結局は、元木らにより、ギャンブルから伝来された。 西洋式活版術が史上を発していくことになる。墓は、長崎市の太閤寺跡山の元木家墓域内にあり、1985年に長崎市の文化財に指定されている。1912年2月26日、15位を追蔵された。合数活字の大小の関係は、諸マイナス2から5から8、1から4から7、3から6の3系統に分かれるが、 これらの系統には相互の倍数関係がなく理由もはっきりしていなかった。そこでその制定をめぐって様々な解釈がなされてきた。例えば、築地活版によるスモール倍化をもとに基準にしたという説、三谷幸吉によるクジラ弱基準説、小宮山宏志らによる輸入説である。築地活版はこの合数活字の大きさの由来を明らかにしてこなかったが、 明治末期にポイント活字を普及させようとする頃に至って、欧米ではパイカサイズが主流だが、日本人には大きすぎるため、一回り小さいスモールパイカサイズをこごうとして、それを基準に、元木は整然とした倍数関係を作り上げたが、複製したり、各社で混乱したりしていくうちに崩れたとの旨、発表し、その説明が広く受け入れられていた。しかし三谷幸吉が、 元木正像平の富地商伝で、元木の自筆記事によれば、クジラ弱の1分を基準に、二輪をもう、ないし五輪の間隔で、大きさを定めたのであるとの胸表し、外国の基準によったのではないとすると、日本独自の測り方によっているということや、その検証から疑問を持つものはあっても多くの印刷紙の研究書や、企画に援用された。しかし、小宮山博士は、 導入奇妙超大活事項などの論考で、三箇所間の活事との比較検討から、三箇所間の活事をそのまま入れ、その後整備されて今の形になったと結論づけ、三谷の説に賛同するものは減っていった。ただし、小宮山の合数活事は古着へポイントに従うものだ、という説には三箇所間がポイントシステムを導入していた証拠はないとする理論も見られる。 長崎市、元木肖像の博多尻左編、増意所見伝蔵補番上特使増意年表 B30 スモールパイカフリーオンラインディクショナリー、キソーラスエンサイクロペディア。ありがとうございます。